5人の金プリ終了から26日ファンの最大要望は、シゆうた神宮寺ユうた部隊の円盤角下。ジャニー氏問題突破への切実期待のわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。k n g ピ i ス・キンプリファンを動揺させる事態が、 再び発生しているという。6月12日、ジャニーズ伝統の舞台、ドリームボーイズ、通称ドリボ、の2023年版で、スノーマン渡辺翔太、30、が主演し、ライバル役をシクストーンズ森本慎太郎、25、が演じることが発表された。同作は2004年にジャニー北川氏、去年87、 が、作構成演出、滝沢秀明、41、主演による初演以降、演じ継がれて20年目の作品。この発表に関して、5月22日に平野市要、26、岸裕太、27、神宮寺裕太、25の3人が脱退し、高橋海人、24、 と長瀬恋24の二人体制となって26日目を迎えたキンプリファンが焦りを見せているという。一体なぜか。岸さんが4代目の座長を務めた回が円盤米印 DVD のことになっていないんです。岸さんは19年と20年のドリボ主演を務め、滝沢さん、キャトタン亀梨和也さん、37、敬愛に玉森裕太さん。 33に続く4代目座長となりました。岸さん主演の2回とも、ライバル役は同じくキンプリメンバーだった神宮寺さん。W ユータの共演は、ファンからは大好評だった。その後、21年と22年には聖地ゾーンへの菊池風馬さん、28が5代目座長となりました。 この21年版の舞台を収めた DVD とブルーレイは22年8月に発売されています。しかし、キシさんと陣牛ジさんの W ユータ版は一度も円盤化されていないんですよね。女性史ライター。四角ジャニー氏はライブ史上主義だった舞台が円盤化されない事情前での女性史ライターが続ける。 実は、ドリボはすべての舞台が円盤化されているわけではありません。上演がなかった10年と17年を除く22年までの過去17作品中、円盤化された舞台は5作のみ。亀梨さんが上演時間150分のうち24分フライング演出に先、対空時間が長いと評判を呼んだ12年公開の舞台も円盤化されていません。 ファンの中には、過去座長を務めた人の舞台は、一度は円盤化されているのに、岸さんの舞台が円盤化されていないのはおかしい、と SNS へで指摘する声もある。しかし、15年に6日間だけ玉森と W キャストで主演を務めた中山優馬29の講演会も円盤化はされていない。 そもそもジャニー氏はライブを大事にしていたから円盤化に積極的ではなかったという理由もあるようです。ただ、すべての公演が円盤化されないならファンも納得するのでしょうが、そうではないからもやもやするんですよね。嫌がらせですか不祥事を起こしたメンバーがいるからなどと声を上げるファンも SNS 上にはちらほら。 2022年12月8日発売の週刊文春文芸春秋が騎士さん主演の舞台が円盤化されない理由をジャニーズ事務所に取材しています。その際の回答は各関係先との契約上の内容に関わるためというものでした全能。四角騎士太、退場までのカウントダウン。円盤化最大のハードルは課題問題。 ジャニーズ事務所は9月30日付で騎士が退場することを発表している。そのため W ユータファンは今危機感を募らせているのだという。スポーツ紙記者が言う。騎士さんが事務所を退所すれば円盤化を訴える声を届けることも不可能になりますから、ね。ツイッター上では W ユータのドリボも円盤化をというハッシュタグでファンが一致団結。 商品化リクエストや問い合わせフォームから声を届けたと報告し合っています。そうした中、今年のドリボポスターからは19年に亡くなった後もエターナルプロデューサーとして作品に関わり続けたジャニー氏の名が消えている。過去の所属タレントへの課題問題の影響であることは間違いないでしょうね。W ユータは生前ジャニーさんがドリボ 絵の出演を指名した最後の二人。しかし今の事務所は、加害問題に対する世論や、被害者の配慮を考え、今後公開するものについては、ジャニー氏の名前をクレジットに入れないと決断したようです。こうした状況下で、過去ジャニー氏が演出に携わった舞台の円盤化は、かなり厳しいと言わざるを得ないのではと。全能。 ファンは W ユータの熱演を形として残すことを熱望しているが、果たして、近く待ってました。ドリボで共演の巣の渡辺アインスと森本が青空の下で見せた笑顔。チケットは争奪戦になること必至。鍋新コンビに期待が高まっている。